午前、浜松市の鈴木康智市長を訪ねたのは、ウクライナから避難しているパク・ハモスさん一家3人です。長女のアリサちゃんはまだ9ヶ月、生後6ヶ月の時に避難を余儀なくされました。一家はウクライナ・ハルキウからオーストリアへ避難後、友人でジュビロ磐田のアレクセイ・コシェレフ選手の声かけで、先月末から浜松市内で生活しています。今日は通訳を介して鈴木市長に感謝を伝えました。浜松でさまざま我々を支えてくださっている方たち、今日も多くの方にお会いしましたけれども、受け入れに積極的とは聞いてましたけれども、ここまでこう熱狂的にという言葉を使っていいか分かりませんが、すごく皆さんが歓迎してくださっていることを本当に嬉しく思います。外国の方に対するですね、サポート体制が整っておりますので、ぜひですね、浜松で生活していく上で、何でもですね、浜松市の方にご相談をいただきたいと思います。面会後、パク・ハモスさんらは取材に応じ、ウクライナ国内で見たロシア軍の脅威について語りました。Because we are, before we are living in a free country, and we are never, understand, what is it war?How to be, how to live, and how to actually somewhere. And it was very difficult to understand and accept, and still is not acceptable. また、夫のビラディミルさんは、祖国であるウクライナを愛する気持ちと、ウクライナでのかつての暮らしはもうできないと思う気持ちの板挟みだと、悲痛な胸の内を明かしました。